続きをやってみたいと思います。まずは、2010年の4月14日、総合ヤフーアクセスランキングで、8番目、橋本氏、大阪市長に転身、可能性ゼロではないというところまで行きましたが、その続きをやってみたいと思います。9番目、ロシア大統領、領土問題から逃げぬ、鳩山首相、9月、初訪、ロシアに初訪問という記事なんですが、いつ訪問するのかというのはちょっと書いてなかったです。大統領は9月にロシアの北西部ヤロスラブリで日露首脳会談を開くことを提案というふうに書いてありました。あと10番目、松下奈緒っていうんでしょうか、人生初の白むく姿を披露、出会って5日後に結婚式、ゲゲゲの女房というやつですが、ゲゲゲの女房というのは NHK の朝の連続テレビ小説というんでしょうか、っていうドラマでやってるんですが、主人公は、水木しげるさんの妻の村ぬる、ぬるえさんなんですけども、水木しげるさん役は、ウド鈴木さんがやってくれればよかったなと思いました。水木さんの特徴というか、性格というか、すごい集中力があって、すぐ寝てしまうというのがあるんですが、すぐ寝てしまうというか、深い眠りをつく人という感じがあるんですけども、すごい集中力ある人が、水木しげるさんを演じてくれればよかったのになぁと思いました。だから、ウド鈴木さんとかだったら絵が上手いので、それに集中力もあるので、漢字とか短時間で100語ぐらい、なんか覚えたような企画があったんですが、そういうことを考えると、主人公というか、水木しげるさん役はウド鈴木さんだったらよかったのになぁと思いました。で、11番目、舛添東国原氏、15日にも会談しんとしやがという記事なんですが、高島秀武の特大ラジオ夕焼けホットラインという日本放送でやっている番組があるのですが、15時30分から、17時40分まで、平日月曜から金曜までやっている番組なんですけども、その中で高島さんが舛添さんについて、自分から総理をやるとは言わないと、周りから総理をやってくださいと言えば、みこしに乗ってもいいんじゃないか、総理をやってもいいんじゃないかぐらいの感じがしていて、どうも裏があるような感じがするようなニュアンスで話していましたが、新党を作るのかどうか、この記事に高島さんが何て言うのか興味はありますが、という感じですね。あとは、そうですね、18番目に、2010年4月14日の総合ヤフーアクセスランキングで、18番目、ブログ視聴、勇気のない、首長だらけ、変革無理、一問一答というのがあるんですが、この人は確か高度医療で人間がなんかチューブ状で長生きできる、それが医療費の負担になるようなことを考えていたというか、医療が進んで、もう本当昔だったら死んでんのを無理やり生かしている、
で、昔だったらもうとうに死んでいるのにというようなことを言ったときに、この、ブログ市長の発言なんですが、医療の金儲けのために無理やり生き延びさせる作業をすると、見守らなければいけない人たちに苦しみを与えてしまう。そういうことに痛みを感じることができない人たちによって医療が行われてしまっている。障害者と一緒に暮らしている方々から発言に同意するという声も届いている。重い問題だが、避けて通ることが命を大切にすることではないというふうに話しています。という感じですかね。あと、2010年4月14日の総合ヤフーアクセスランキングで、韓国のバル、20番目、韓国のバルブは、バブルは弾ける寸前、日本からの警告が韓国で話題にという記事なんですが。日本からのメッセージは韓国の経済界に大きな影響を与えるという見方を示したというふうに書いてありました。そうですね。あとはテクノロジー、2010年4月14日のテクノロジーのヤフーアクセスランキングなんですが、Apple Core i5、Core i7 搭載の MacBook Pro を発表という記事があるんですけども、見た感じだとあんまり、実際に今使っているこのパソコンはマウスコンピューターのインテル Core i5650プロセッサーを使ってるんですが、それほど性能が高いなというような感じは受けません。記事は特に気になったものというのはないですね。特にあと気になった記事というのはないですね。エンターテインメントを見てみたいと思います。2010年4月14日水曜日の、ヤフーアクセスランキングエンターテインメントなんですが、そうですね、6番目、デミムーアとのキスは嫌だ。嫌だっていうのは、これは男の方、その、なんて、モルダーでしたっけ、X ファイルのデビッド・ドウカブニーがキスを拒否という記事があるんですが、これ男の方かな、キスを。彼女はすごい風邪をひいていたから、だから、デミムーアとはキスしたくないと言ったというふうに書いてありました。そうそう、時間が来てしまったので、10分になってしまうので、一度ここで止めたいと思います。